アミメチョウチョウオは、鈴木木、チョウオ科に属する魚類の一種。ベニオチョウチョウオマダガスカルバタフライフィッシュ、レッドバックバタフライフィッシュアミチョウチョウオよく、似た種で、ベニオチョウチョウオマダガスカルバタフライフィッシュ、レッドバックバタフライフィッシュがいる。また、名前が似ていて混同しそうなアミチョウチョオもいるが、こちらは一見して判別できる。ベニオ蝶々ウオは、白地に、 の地型のの型黒黒黒色横帯帯がが並ぶこことと目を通るるる上にある黒点がないことで見分けられる下の2種は本種よりベニオウに近い特徴を持つ。マダガスカルバタフライフィッシュは蒸気のベニオウに似た模様を持つが、目を通る黒帯の上にある黒点がある点が異なる。その他はアミメウとベニオウの中間的な特徴を持つ。レッドバックバタフライフィッシュは 公開原産のトネである。模様の入り方はマダガスカルバタフライフィッシュに準じているが、目を通る黒帯がオレンジ色体、体側の後部から赤色。主クリーム色地に赤色の横帯が通る。主に岩礁池やサンゴ礁を好んで生息しており、あまり移動しない。サンゴのポリップを好んで食べている姿が見られる。警戒心が強く観察には、苦労を要する。 深いところを好むため、水深20メートル以深で、多数の個体が見られることもある。小笠原では、類似したベニオ町の方が、個体数が多い。フィリピン沿岸でよく見られる。日本では、沖縄や小笠原で少数観察されている。また、伊豆半島でも生魚がいた記録がある。ただし、黒潮に乗って流れ着くことは少なく、本州沿岸での観察例は制御、生魚。 幼魚いずれも稀である。深いところにいることも観察例が少ない一因と考えられる。観賞魚としてショップでしばしば流通する魚である。似たような模様のベニ紅を蝶ウと一緒に入荷されてくることも多い。雑食性のため比較的飼育しやすい種だが、サンゴのポリップを好む傾向があり、餌付けに苦心する場合もあるので、落ち着いた環境を整えた上で餌付けをすることが、 必要である。また、気が弱いところがあるので、タンクメイトの選定にも十分注意が必要である。ありがとうございます。